中部地方や近畿地方を中心に今日の午後にかけてまた天気の急変に十分な注意が必要です。まずこちらの図、今日の15時のですね、大気の不安定さを表すデータになります。特にこの赤やピンクで表現されているところほど大気の状態が不安定でして、今日の場合は中部地方を中心に近畿ですとか関東の西部山沿い、また北部といったところでその不安定度が高くなっております。雨雲の動きをご覧いただきましょう。今のところまだ雨雲それほど出ていないんですけれども、今日のお昼ごろからは広い範囲で雨雲が発達をしてくることになります。今日の場合も内陸部山沿いを中心に、例えば名古屋市ですとか、あとは京阪神などの平野部でも雨が降る可能性があります。今日もですね、今晴れているところ天気の急変の可能性があります。そしてその雨雲ですけれども、雷雲になる可能性があります。こちらが雷雨の発生確率でして、この赤色で表現される雷雨発生確率高いところがやはり中部地方を中心に予想されています。雷雲になってきますと落雷、突風のほか、強い雨による道路冠水、こういったものにも広く注意となります。今日の夜の初め頃にかけて、広く雨雲の発達にご注意ください。